せの遅れてしまいまして、ちょっと待って、おくえ、ちょっと待って、こんばんは、こんばんは、もういいや。ありがとうございます。皆さんごめんなさい、遅れてしまって。まあ、ありがとう、トシシさんもハルさんもありがとうございます。リンダ、バイト先から見るほどの髪持ちべ。ありがとう。高橋聖太さん、よりなんだい、中女さん、ありがとう。みくりんさん、こんばんは。おっちさん、ありがとう。若葉さん、ありがとう。こへいさん来た。リンダさん、こんばんは。うりょさん、おめでとう、ありがとうございます。カイヤさん、ありがとう。エレポンさん、イオリティアです。皆さん本当にありがとう。誕生日といっぱい言ってくれてありがとうございます。ありがとう。なんか顔白、待って、もうなんか待って、髪がない、待って、書く髪がない、ちょっと待って、待って、なんで私どこしまったっけ、私ちょっと待って、大変。いつもの書くあれがあった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いつもの書いてるあのペンがない、ちょっと待って。いつも準備が悪い、本当に申し訳ない、ちょっと待って、準備が悪いもん。どこいた、あれ最後に使ったのいつ、ふう、どこどこ、ふうふう、ウェアか、ウェアイズペン、なに、ふうイズペン、わかんない、ちょっと待って。待って、どこだっけ。ちょっとペンが見当たらない。マジどこ、どこ。待って、私のペン知らない。私のペン知らない、誰か待って。ねえ、誕生日配信が。え、知らない、食べちゃった、いつもドタバタ、うん、ドタバタ、しょっぱなから騒がしい、ほんとそれね、ちょっと待って、ふう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 、どこ、待って、あれいつも使ってるバッグどこいたっけなっていうね、どこだっけなっていう、まあ、よくないよくないよくない、待って、よくない、ちょっと待って、じゃあ10秒待って。1,2,3,4,5、あ、待って、シャーペンミッキー、シャーペンミッキーね、シャーペンでいいね、シャーペンでいい、待って。これ出るっけ、あ、新発深夜ある、深夜ある、ちょっと待って、すいません、お待たせいたしました。え、ふうじゃないの、ん、ウェア。ふうじゃないんかーい、ふうじゃないんかーいっていうね、ウェア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 イズペン、ウェアイズペン、ウェアイズペンでした。え、ちょっと待って、おタワーさん、おタワーさん、聖子ありがとう。今日は、今日いつ、あ、4月26だ、いや、そりゃそう、それはそうよね、2月26、聖子。
と今日シャーペンだから薄いかも。待って、見える？セイゴタワーありがとうありがとうございます。初めからこんなに本当に、ね、ちょっと待って、私はねこんな騒がしい配信をね見せたかったわけじゃないの。本当になんかさ、もうびっくりして、なんかびっくりしたのなんか起きてさ、ツイッター開くじゃん。そしたらなんかすごいたくさんの方からおめでとうってコメントが来てて、何あのさ、ツイッターのさ通知のところを何回もなんかもっと表示する、もっと表示するっていうのを何回押してももっと表示するが出てくるぐらい、本当にたくさんのおめでとうが私の元に来てて、こんなたくさんの方からおめでとうって言われるの初めてだから、どうしたらいいのか分からなくなって、いや本当にありがとうございます。すごく嬉しかったですそんなおめでとうって言われても別に、そらほら誕生日迎えたからいきなり大人になるとかじゃないからさ、なんかどうしたらいいんだろうって思って、ちょっと待って、思ったんだけどさ、ちょっと待って、タワー立ててくれた方のさ名前が消えた気がする、ちょっと なくなっちゃった気がする、ちょっと待って、今何本立ってらっしゃる、1、2、3、4、5、6、6本、ゆいさん2本、ゆいさん2本だ、ちょっと待って、よいしょ、ちょっと待ってね、あと、ゆいタワー2本もありがとうございます。本当にありがとうありがとう、待って、ね待って、ちょっと待って、全然コメント読めてなくて本当に申し訳ない、ちょっと待ってて、ね、あ、セイゴもう1本ありがとう、あやなーたんさんもう1本ありがとうございます、1、2、3、4、待って、なんかすごい漢字ばかりの方のなだった気がするんだけどね、ちょっと待って、木曜日、あやなーたんタワーあり、やばい、もう細いからさ、ペンが細いからさ字の汚さがより目立つ、ちょっと申し訳がない、よいしょ、あやなーたんさんタワーありがとうございますありがとう、1、2、3、4、5、待って、あと誰にありがとう言えてない、そう、皆さんハートもたくさんありがとうございます、ギフト星とか花とかありがとう、ちょっと待って、目がおかしくなるね待って、誰だ俺言えてないの、待って、お二方ぐらいちょっと言えてなくなっちゃった気が、言えてなくなちょっと言えなかったかもしれない、ごめんなさい、同い年ショートカットで初めて惚れた人、青さんやったひなー誕生日おめでとう、ありがとう今7本誰だろう、どなただろう、言えてないの、待って、アッキーさん、アッキーさん、アッキーさん、待って、アッキーさん4月、あ、ねえもうさ、やばい、ビリビリになってきちゃった、このお絵かき帳が、アッキーさん、ダンダンダン、アッキーさんタワーありがとうございますありがとう、ありがとう、ありがね、何回ありがとうって言ったらさ、この気持ちはさちゃんとあれなんだろう、伝わるんだろ
なんかさ、ありがとうって足りない、ありがとうってありがとうじゃないんだよね。ありがとうってありがとうじゃ足りないんだよ。なんかわからない、なんて言えばいい。あまりがおかしくなっちゃった。なんかありがとうを超えるありがとうが欲しいなって最近すごい思う。なんか伝えきれてないの、この気持ちを。本当に、うん、ありがとう祭り。日進月歩さんもありがとう、パーさんもありがとうございます。歌声表現力大好きありがとう、カメさんありがとう、ポロンさんありがとう。テンサーザンギツさんだっけ、ヘイノグチヨメントさんありがとうございます。音フェチカリカリ好きだった、今のカクカク音かな、いい感じ。ありがとう。いおりちゃん、なっちゃん、なんだい、初めて来ました、いらっしゃいませ。ともさん、え、本当に本当に初めて、あ、こっちですって、文中さん、文中さんから束立ててくださったの。文中さん合ってる、ちょっと待って、あ、文中さんだね、オッケー、待って今書くね、待って待って、わかりやすくていいかもね。なんか誕生日の時にタワー投げてくださった方のとこ時だけちょっとペン薄いからわかりやすいね。でも別に特に分かっても分かんなくても特に意味はないんだけども。よいしょ、ありがとう。ちょっと大きめに書こう、細いから線が、うん、はい、文中さんで合ってる、文中さんで合ってるかな。タワーありがとうございます、ごめんね、なんかもうちょっと忘れちゃうとこだった、ありがとう、ありがとう、どうもありがとうございます。皆様、ちょっと髪の毛がボサボサで本当に申し訳がない、こんな誕生日の日に。ありがとうの最上級を作ろう。ありがとうの最上級ってどんなのかな。ありがとうオブザイヤー。ありがとうオブザイヤー丸丸。わかんない、何どう、何どうしたらいいの。あ、同い年リエルさん18歳、イエーイ。今寄り返してるよゆかたん、え、何寄り返って、私呼ばれてないけど。え、呼ばれてないんですけど、どういうことですかね。どういうこと。かみちゃん、よりさんのお誕生日ってことで授業サボりました、いけない子、まあいけない子。いけない子。ザンザンさんお誕生日おめでとう、ありがとう。プリガメさん、誕生日おめでとう、ありがとうございますね。ナイちゃんさんもありがとうございます。ヌマンチュさん、祝いに来た、ありがとう。待ってました。待ってました。ヘンリーさん、誕生日おめでとう、ありがとう。ね、皆さん本当にありがとうございます。あ、そっか。マキとは、そっか。マキちゃんとは。まあ同い年だね、今は。節分。そうね、聞いた？あのね、あの A3 って誕生日を設定すると、あのお誕生日の日にボイスをね言ってくれるの、お誕生日おめでとうってキャラクターから、キャラクター全員から言ってもらえるんだけど、もう本当に歓喜、我歓喜。もうなんかもう私はそのホームにおけるキャラクター6人を秋組全員にしてて、秋組全員から監督さんお誕生日おめでとうって言われて、もう画面録画した。画面録画したからもう一生捨てられないね、あれはもう神。本当にもうどうしようか、何どうすればいいってなった。監督さんこの気持ちどうしたらいいんですかってなった。年に1回だからちょっと今日だけは、今日だけは許してって思って画面録画した。え、ゆきちゃんもやばいの？
ゆきちゃん聞いてないな、まだ秋組しか聞けてないっていうから、もう今日終わるまでには全員聞きたいんだけど、容量がね、容量が容量がだから。え、ゆうや、俺と誕生日月が一緒だし同い年だよ、4月、イエーイブル。あ、ねえ、そう、あ、ねえねえ聞いてほしい、あのね、呼ばれてないやんだプーさん、やまないで、ありがとうの最上級はマジマンジ皆さんマジマンジっておい軽いな、いけない子最高、お誕生日マジマンジ、マジマンジキー好きや、ありがとう、最上級のおめでとう、最上級のありがとうえ、ゆうりさんの誕生日の日に内定もらったスカイさんおめでとう、マジマンジなんか最上級のおめでとうとかありがとうがマジマンジみたいだから、ちょっとマジマンジって言ってくね、みんなマジマンジねえ、あ、ひなこさん、私 A3 だと古市が好きだよ、ね、佐京さんのね、あのね、こんなこと言っていいのかわからないけど、あの巻組全員の巻組秋組全員のボイス聞いたのだけれども、私が一番キュンときたのは正直佐京さん、佐京さんのボイスが一番溢れた、好きが、だから楽しみにしててほしい、その楽しみに してな、誕生日本当にやばいからちょっとオチは言わないけど、そうね、ちょっと私がね、皆さんにすごい私大発見をしてしまって大発見っていうか、あ、っていうかね、そう、あの皆さんのコメント全部見てて、なんか動画も画像もコメント、あとなんだろう、気持ちをこう書いてスクショした文章とかすごい全部読んで、なんか本当にあったかいなって思いました、すごい語彙力がないからあれなんだけど、そんな私のためにこう何分かかったか分かんないけど、動画とか画像とかそれ作るのに何分かかったのか分からないけど、なんかすごい手間かけて作ってくれたんだなって、なんか手間かけてツイートしてくれたんだなって思ったらすごい嬉しくなりました、なんか嬉しいって、嬉しいんだけど、なんて言えばいい、嬉しいだけじゃ足りないの、もうなんか足りない、何事も何事も何も足りない何事も何も足りないとはなんか、ね、違うの、ありがとうでもないし嬉しいでもないし感謝でもないし、なんかそれ以上の何かなの、だからきっとマジマンジなんだと思うだから本当に本当にマジマンジって、本当にマジマンジだなって思います、あの本当に、なんかイコラブの本当にいいところ、いいところっていうか、他のアイドルさんがどんな感じなのかとか私は分からないから何とも言えないんだけど、本当になんかイコラブのファンの方って推しじゃない方にもおめでとうって言ってくれるのが本当に家族みたい家族みたいで、すごいあったかいなって思いました、だからこのありがとうをちゃんと伝えていけるように頑張りたいなって思いました、皆さん本当にありがとうございます伝わったかなまあね、マジマンジってどういう意味なのかな、マジマンジって何なんだろう、わからない、イタルさん推し、アメさん、あ、イタルさん一番人気だよね、一番人気だよね、わかるよ、え、てかイタルさんもさ、この前誕生日だったよね、4月24日5日誕生日だったよね、おめでとうイタルさんちょっとね、それでみんなに私がそう、絵見たよ、めちゃくちゃ絵うまい、皆さん本当に絵もうまいし加工もうまいしで、紙だなってすごい器用なんだなっていつも思います、あったかいんだからん？40度のお風呂に入ってお風呂に入ったぐらい、そうだね、48度ぐらいかな、ぐらいすごいあったかかったな、もうやけどレベル
ね、待って、私すんごい今さ見逃せないコメント見つけたんだけど、待って、節番里のピックアップガチャが何なんだって、誰マジマンジオブザイヤーだよ、マジマンジオブザイヤー。ねえ、ちょっと待って、誰今半切れ。いや、私違う、聞いて、あの私、ま、そう、あの誕生日プレゼント iTunes カード50万円分がどうのこうのって言ったと思うんだけど、なんかそれを、それはまあ盛った、それは盛りました。私は正直 iTunes カード欲しいなってよかったんだけど、絶対バレると思ったから、のんのとかそのあたりに絶対バレると思ったから50万円分って盛ったのだけど、まあ、ガチャ引いた、まず自分で10連引いた、10連引いたんだけど1枚も来なくて、限定のカードが。で、あ、まあ物欲センサーがどうのこうのって自分で言い訳つけて、隣にいたリサに、ちょっとリサここ押してって言って、リサがえ何怖い、えここ押せばいいとみたいな、でえここ押せばいいって言って、えいってやって押してくれたの、リサが。でバババって出てきたのが金が5、6枚、え、5枚か、金が5枚出てきて、あ、これワンチャン来たって思ったら、節番里の SSR が1枚来て、やっぱ物欲センサーって関係あるんだなと思って、でも1枚来たから、あ、このノリで自分引いたらいけるんじゃないかって思って、そこで10連を私自分で引いたのも1回、そしたらどうなったと思う、どうなったと思う、そしたら本当にね、びっくりしたよ、出てこないんだ出てこないんだ、なんかノリが分かってない、もう本当にノリが分かってない、私のこの A3 のゲームはノリが分かってないの。だからやっぱ物欲センサーって大事なんだなって、なんかもう欲があるから何事もいけないんだよ、どんなに継いだって、もうって思ったんで、今度からはリサに弾いてもらおうと思います、よろしくねリサよろしくね頼んだ私の節番里をえ、4月、え、ネオさん知ってますよネオさん知ってますよ、私ラブライブやってたよ、スクフェスやってた、スクフェスやってて、でも携帯を iPhone に変えた時に、なんだか知らないけど、ラブライブのそのスクフェスのやつがなんかね、引き継ぎができなくなっちゃってて、え、ちゃんとダイヤっていうの、なんだっけ、あのガチャで使うやつもう消費してやったのに、え、なんで引き継ぎできないのってなってやめたこんなに集めたのにって、こんなにレベル上げたのにって思って悲しくなってやめた。あとさ、空じゃないわ、なんか iPhone の大きさとエクスペリアの大きさ全然違うじゃない、だから iPhone になっちゃうとすごいね、スクフェスってやりづらいなって思った、この感じが、タタタタタタって感じが、だからもうスクフェスできないやって思ってやってないかな。やってないのよ。タワー投げましたよ、ちょっと待って待って、タワーに気づかない、まあなんで私こんなに気づかないんだろう、いつもタワー、ごめんなさい、待って、どなった、アンヌ、お久しぶりのアンヌ、ありがとうございます、ちょっと待ってね、あ、なんか、はい、アンドゥタワーありがとうございます、ありがとうちょっと待って、いつの間にこんなにね、本当に待って、気づかないの、ごめんなさい、下手くそだね、ショールームすごい、誰投げたか
覚えてらっしゃる方いますか？太陽の神様、オッケー。あれ待って、これもう神ないんじゃないか説。ちょっと待って、え待って、私この前さ写真買って、私どこいた？これじゃない、これじゃない、どこいたっけね。ねえ知ってるね、写真のさ、写真が、私今まで写真はさ 2B とかさ 6B、 6B、 2B、 4B なんかとか HB とかしか知らなかったのね。 F とかあるの知ってた？写真が F だのなんだのあったの、 H とかあるの知ってた？写真が知ってた？皆さんもしかして、なんか私初めて知って、この前えっ F なんてあるの写真って思ったのだけど、えっ、知らないよね。えっ鉛筆もある？えっずっと F だった？えっ知ってた？知らんかなそんな。なんかあの HB の 0.5 がすごい濃くて、私の中でちょっとタワーって入れるの忘れちゃってた、タワー後付けになっちゃった、ごめんなさい。すごい濃くて、えこれなんかもうちょっとだけ薄い色ないかなって思ったら F があって、すごいって思いました。時代って進化すると思って。はい、太陽の神さん、タワーありがとうございます。タワーの後付け感本当に申し訳ない。タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そして私は誰を言い逃してる？初見です、マーサーヨーシーさん、ありがとうございます。いらっしゃいませ、ありがとう。ソーホリング SD のです、秋組のです。あかり初見です、お誕生日ありがとうございます。リオマル見たよが動画で、皆さんの動画多分見たと思う、うんちゃんと見たと思う。ボッティさん待って、よいしょ。あねえ、なんでこうタワーを入れ忘れる症候群、ありがとう、ありがとうタワー、あ、スキメちゃん書いちゃった、ありがとうタワー、ありがとうタワー。ごめん。え、みんな知ってたんだ写真 F があること。ボッティさん、タワーありがとうございます、ありがとう。で待って、 1,2,3,4,5 ね待って、私全然言えてなくない？タワーねえどうしよう。6B はさ、なんか昔小学校とかで使った絵のあれで、絵の美術で、絵の美術で。そう、 F があるらしいのよ。 F 買ったのこの前、そんでえすごい F なんてあるんだと思って F 買ったんだけど、 F の写真をどこに置いたか忘れてしまったんだよね。どこに置いた私。私どこに置いた、ちょっと覚えてない。あ、ファインの F、 ファインの F だって。初見です、あかねさんありがとうございます。初見です、初見の方いっぱいありがとうございます。ちょっとねー、ねだっち覚えてるよ、覚えてる覚えてる、来てくれてありがとう、忙しい中ね。そうね、聞いて、あのね、そうお祝いにアンナとリサとノンノとマイカから蒙古タンメン、あのメッセージ付きの蒙古タンメンをもらって、誕生日プレゼントで、すごい嬉しかった。あとノンノからはポール&ジョーのリップと iTunes カード、サナからも iTunes カードもらって、やっぱりなんかさすがメンバーだなって思った。すごい本当に分かり尽くしてるんだな私のことって思いました。ありがとうみんな、ありがとう。え待って、ガイアさん
あとミリナからも今日はあの洋服をいただいて買ってきてくれた。なんか本当私本当ミリナのお下がりでいいって言ったの。なんかミリナも着てる服が本当に可愛いからミリナのお下がりが欲しいなって言って、うん分かったって言ってくれたのに新品の買ってきてくれて、ミリニャが、ミリニャーミリニャーってなった。私お下がりでいいって言ったのにって思って、なんかそういうとこ本当にミリニャって完璧、完璧っていうか本当いい女、めっちゃいい女だなって思って本当になんか本当にみんなありがとうあ、ちゃんとタワー入れたよ。よいしょ。ガヤさん4本わいあ、リュックはマイカがそう買ってきてくれるらしい。4本って書いとくね。ガヤさん4本目、気づかないでごめんね。4本目、ありがとうございます。いつもありがとうありがとう。そう、蒙古タンメンでもなんかね、すごいこんな話していいのかわかんないんだけど、最近蒙古タンメンを食べると絶対こぼしてしまうの。なんかわかんなく、机に置こうとするたび絶対こぼすの毎回。だから本当に呪いにかかってる、蒙古タンメンの呪いに。悲しい。なんだっけ、私がそうカップラーメン、モーコロタン、モーコロタンメンモーコタンメンっていうカップラーメン、そうなの。皆さんありがとう。リナさんいつか絶対に行く、ありがとうございます。待ってます爪長いな iTunes カードもらってすごいよね。何色だった？そう、あのね、今回のあのノンノからもらったポール&ジョーのリップは今回のあの手遅れコーションに合うように、あ、そう、あのね、手遅れコーションのあのリップの色って結構紫、赤紫っぽい色になってて、なんかそれに合うように赤紫のリップをね買ってくれたの、ノンノちゃんが。なんかすごいね、って言って、このねリップを買ったんだけどね、ちゃんと今回の手遅れコーションにイオリが似合う色買ってきたんだよって、合う色選んだんだよってって言うから、え、ノンノありがとうって言ってね、私もつけてみようかなって思った、つけてみようかなって思ったんだけど、ここが柄になってるのね。なんかもったいなくない、こういうのって。なんか柄になってるからこれなんかなくなっちゃうのもったいないと思って、え、これ使えるかな、なんかもったいないなって思って、え、ありがとうって言ってそのままやり過ごそうとしたの。私は飾ろうかなって、なんかもらったものって私使えない人でもあるから、だからね、 ありがとうって言ったらののに、のんのがもうすごい勢いで、より今つけて、私もう今つけて、今見たいの、じゃあ私がつける、私がつけるって言って、めちゃくちゃこれを引っ張り合いっこしたやめて、これ柄なくなっちゃうじゃんって言って二人で喧嘩しいし、守った、この柄を守ったっていうどうでもいい話何色なの結局これは。01番、うん、01番もうね、目が年、なんかスマホ老眼、スマホ老眼がどうのこうのっていうリップをくれた方がいた気がするのだけども、それかもしれない。なんかスマホ老眼だなって思う最近、もう見えないもんだって文字がスマホ老眼なんだよきっと。そうだそうに違いない。あ、ちょっと待って、あ、これ消えちゃった。待ってね、どうすればいい。
たよ。タノストラダムスさん、キョッチよりさーなんだねな、ココナって呼んで、ココナーココナッツタノストラダムス、タノストラダムスさん、タモストラダムスさん、ちょっと待って、タノスモラ、え、なんで、ちょっと待って、うん、ね、あ、待って、キンちゃんさんとタノストラダムス、タノストラダムス、タノストラダムス、なんかさ、日が経つにつれてさ、喋るのがどんどん下手くそになっていく現象に落ちてるんだけど、なんでかな。あ、待って、呼び捨てで書いちゃったタワーで、語彙がどんどんなくなるの、日に日に。で、自分が何喋ってんのかも理解できずにペラペラ喋ってるっていうなんかこのスキメちゃんめちゃめちゃなんかドヤ顔してるって顔してる。ちょっとちょっとなんかあ、ちょっと画力がないはい、タノストラダムス、ん、タノストラダムスさん、タワーありがとうございます、ありがとう。よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、ありがとうございます皆さん。待って、あれ、ちょっと待って、ポッティさんで、ん、金ちゃんさんで、金ちゃんさん、金ちゃんさん、そう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 、こうだ、よいしょ、風中に目が溢れて、金ちゃんさん、タワーありがとうございます、気づくの遅くなってごめんなさいありがとう、本当にありがとう。なんかいいのよ、誕生日だからって、そんないいのよいつも通りでいいのよ。アルビンさん、アルビンさんアルビンさん、よいしょ。そう、なんだっけ、私がみんなに話したかったこと、アルビンさん、タワーありがとうございます、髪の毛は、タワーありがとうありがとうございます、お誕生、素敵なお誕生日だね、ありがとう。ポランド城お揃いしていいよ、お揃いしていいよ、どうぞどうぞ。ちょっと足がしびれた、足がしびれたよ、ヨルさん会いたいよ、ヨルさんも皆さんに会いたいよ。なんかね、ゆりくん大好きあるか、ありがとう大好きよ、私もみんなのこと、ね、そうね、私がみんなに言いたいこと、これね、あの手遅れ交渉の話なんだけども、あぐらかいてない、あぐらかいてない、今あ伸ばしてるだけよ足。そう、あの手遅れ構想の話なのだけど、なんとなくさ、誕生日近いなと思って、私この前4月26日の誕生日花の花言葉をね調べてたの。そしたら4月26日の誕生日花がスカビオサって花らしくって、そのスカビオサの花の花言葉、全般の花言葉が不幸な愛、私は全てを失った、だったの。え、めっちゃ手遅れコーションって思ってえ、手遅れコーション
思って誕生日はな、誕生日か、誕生日かって読むのこれ分かんないけどすごい手遅れコーションだなって。なんかね、花言葉の由来が西洋では紫色の花に悲しい花言葉を多くつけられています。これはギリシア神話にて大量の血を流して死んでしまった美少年ヒュアキントスのその血から紫のヒアシンスの花が咲いたという、言ってた言ってた言ってたやつってことらしいですらしくって、あ、なんかあと私のこの4月26日と6月30日の誕生日花がこのスカビオーサらしいんですよ。すごいね、なんかね、なんかわかんないけどね、なんか指原さんはこれも考慮して私をあの立場にしたのかわからないけど、え、すごい偶然だなって思った。誕生日バナじゃないの、誕生日か、誕生日かってさ、誕生日かと誕生日かってなんかわかんないよねわかった今のなんか最近独り言が多い、どうしたうん、初見です、みっちゃんさん初見です、誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、18歳頑張ります。せいやさん、お誕生日おめでとうって何回言っても足りない現象に名前をつけてください。お誕生日おめでとうって何回言っても足りない現象昔中歌ってほしい、さあ行くぞ、さあ行こう。コメント読むタイプだと思ってる、読もうとは思ってる。これでも待って、ゆかりんさんタワー、これちょっと待ってね、ゆかりんハートタワーありがとう。ヘイゆかりんタワーありがとうありがとう、本当に皆さんありがとうございます。さあ部活中歌う、部活中歌詞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 あったっけ、あったきょん部活中に目が合うなって思ってたんだ、青空と太陽が僕たちを見ている、ヘイヘイ強い日差し照りつける、こうて走る君を見つけ、気づいてくれ神様に願うだけ、見てるだけで十分と思っていたなのになぜか、期待してる8月の片思い、ハートピー水飲み場でハートピー鉢合わせてハートピー、戸惑う僕を見て笑う攻略法、どこにも載ってない部活中に目が合うなって思ってたんだ、神様のプレゼント突然のときめきにじんだ、この汗暑さのせいにしよう、君への返事頭かけめくる奇跡始まる、イエーイ。ねえこれ本当にさ、すんごいめっちゃ苦しくなる曲だよね、なんかさ、めっちゃいい曲って思った、なんかすごいどっちかっていうとなんかアニソンっぽい曲、アニソンっぽいっていうか、すごいハニーワークスさんなんていうのかな、すごいっぽいなって、なんか二次元っぽい
曲だなってすごい思って、なんかさすごいいい曲語彙力がないすごいいい曲って思ったよ。あでも私すごい一番好きなのがこの落ちサビっていうのかな、前かのところから僕はいても立ってもいられずに、暗い道を自転車でただ走る、目的地もないままに、このもどかしさよ君のもとへがめっちゃ好き。ここのワンフレーズ本当に好き、なんか本当に好きなんだなって思う。あこの子は本当にこの子のことが好きなんだなって思う語彙力がない、わかるかな。すごい嬉しいね、部活中に目が合うなって思ってたんだってさ。ってことはさ、相手もさ自分だけが見てたわけじゃないんだ、相手も自分のこと見ててくれたってことなんだよ。なんかそれだけ、それがわかるだけでさすごい嬉しいよな、なんか嬉しいよな、すごい。それでさ、その主人公はさあ神様のプレゼントだって言って思いながらすごいさ心臓がドクドクいってるんだよ、かわいい本当にかわいい曲、本当にかわいい曲、本当にかわいい曲これって思いました。とさおしまいあ初見です、ありがとうございます。キアラ助けに来たぞ。負けても戦え立つんだキアラちゃん。もうキアラちゃんの曲は本当お楽しみにだよ、めっちゃお楽しみにだよ本当にね楽しみ、私も早く披露したい、なんか本当にいいいいよ全体が。うん。そうさっきまで部活だって言ってたから写真ってことでいいよね。なんかそうみんな部活終わったとかさ、部活から帰ってきたとかすごい部活のコメントが多かったから、なんか歌いたいなって思ったのもある、一理ある。シーブリーズ感あるよね、シーブリーズ感ある、もうなんかこうやって振ってるもん振ってこうってやってるもん絶対。はあわかる。あとカルピス感もある、なんかカルピス感すごいカルピス感あるなって思うよねえ。まやかちゃんナータンのソロのとこやばい、わかる。キアラちゃんの曲もすごいアニソン感漂う曲星さんお誕生日おめでとう、ありがとうございます。いやーハニワ大好き、私も本当に好き。なんか私本当チコさんが好きで、なんでこんなに歌を上手なんだろうって思う。静かにしよう。正義の話、正義違うよ知らない、何その言葉、知らない、わからない、 I don't know 違うごめんなさい。はい、正
違う正規がヒロミなって思いました。で待って、タワータワー、ちょっと待って待って、もうやだ、教えてた何を何を何何何何、もう分からない、アイドルはどこまでやっていいのか分からない私には。もうやだね、待って、ちょっと違う違う違う、あっ、ビーザビギニング見てくれた、ナイちゃん私も好き。違うよ、旧ファンじゃない、違うよ、え待って、門脇さん、はあ、もうめっちゃなんかパフィシコ言うなみんな、マジマジ、青のいためさん、ちょっと待って、ゆかりん書いた、青のいためさん、ちょっと待って、あーもう本当にやらかした、もう本当に本当にもう勘弁、まあ勘弁勘弁、あもう分かんないよね、分からない。困った、C だよ。言っちゃダメだよ。振りじゃないよ。待って。Twitter とかでも書かないでね、本当にダメだよ。最近の Twitter って本当に怖いから、もう拡散ザーってするから、もうすぐに。いやまあそんな別にそんなあれじゃないからあれだとは思うけど。青菜炒めさん。たまありがとうございます。みゆみゆさんいてらっしゃるのでしょうか、お久しぶり、お久しぶりですかな、こんばんは。ありがとうございます、見に来てくださってありがとう。はあ、なんかもう疲れ、今のですんごい体力使った、この誤解を解くのに。え、誤解解けた？大丈夫？誤解解けたよね？大丈夫だよね？何が広い？猫？何が広いって、それ何？星になってるとこ何？天幕見えてる？あ、天幕見えてる、ごめん申し訳ない、バイバイ。あー18歳だからいいんじゃねって、うん確かに。え確かに18歳。そう、間違いは誰にでもある、いこはちさん、そうそう、チコさんって、チコさんあすごい好き。ウークリームさん、こんばんは、初見です、何で盛り上がってるの、なんだろうね、なんだろう、ちょっと覚えてないです。あの詳しくは多分動画出ると思うので、記録が残っちゃってると思うので、もうすでにそちらちょっと見ていただいて、もう私の口から何も言いません。私は忘れました、もうジッパーやる、わかんない、わかんないよ、ハラショー、なんか最近なんか本当に頭おかしい、ちょっと待って落ち着くね。あやかさん初見です、ありがとうございます。しんどいね、面白いって、え？これみゆみゆさん面白いってやってるの、本当にみゆみゆさん、ちょっと待って、ちょっと待って、忘れてください。普段はこんな子じゃない、普段はこんな子じゃなくて、普段はもっと清楚でいい子なので、よろしくお願いします、今の誤解です。はい。普段はもっとおとなしく清楚なので、本当に、はい、どうもこんにちは。はい、右側って、右側こっち、みんなから見てこっち、
どっちだ？お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。18歳になりました。ありがとうございます。ん？何飲んでるの？ファミマのタピオカミルクティー。ね、これさ、ガラク掘ったの知ってた？パッケージだから初め分かんなくて、なんか前はさピンクのパッケージしてたから、あれ？タピオカミルクティーなくなっちゃったのかなって思ったら、パッケージが変わっただけで味全然変わってなかった。安心。18の友達と喋ってる感すごい。本当に？やった。ふみかちゃんお誕生日おめでとう。ありがとう。高3です。もう最後だよ高校生。私高校、あ待って時計がない。あもうさっき暴れたから、誰かさん暴れたから、ちょっと待って届かない、手が短い。届いた。え待って、足つったかも。あ、つってなかった。痛い痛い、ちょっと待って。え待って、あと30分しかない。こんな時間で経つの早かった。私ちゃんと感謝伝えられてる今日。待って、いや伝えられてないよね。なんかさっきすごい暴れてたしね。ちょっと待って、落ち着こう。私はとても早口なので、野口よりさんとマシンガントークしながらカオスになりたい。なんかさ、私たまにね自分のショールームのやつとか見返したりするのよ。何言ってんのか分かんないね。なんか何言ってんのか分かんない、自分でも。なんでみんな分かるのそんなに。なんでみんなそんなに早くコメントしてくれるんだろうって思いました、そのショールームを見て。なんかもうちょっとゆっくり喋ればいいんだよね。ゆっくり喋っとこう。ねえ笑い方めっちゃ手遅れコーションで惚れたから、手遅れコーション聞きたいです。では聞いてください、手遅れコーション。でーでーチェッチェンチェレチェッチェン。あチェレチェッチェチェッチェ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 なるだろうね、暴れたのね。ゆめたん、高3お互い頑張ろう。頑張ってこう、高3。アホなのって言われた、レンに。ねえ、好きよちゃんだって。そう、なんかね、そうなっちゃうらしいね。アニメの話始まるとエキサイトするって、エリポンが。図がなくなってるんだよね、そう思った。図食べちゃったの？意味わからん。図なくなっちゃった。あ、タスクって声優だね。タスクの声優さんは私が刀剣乱舞で推してる食大切りミスタードの声優さんで、なんだっけ。待って存じ上げてる存じ上げてる、ちょっと待って存じ上げてる、斉藤匠さん、え、ちょっと待って、佐藤匠さん、ちょっと待って、え、違う、それはちょっと待って、ちょ佐藤拓也さんだ、佐藤拓也さん、そう佐藤拓也さん、そう佐藤拓也さん、そうさですせい、オッケー。そうなのかな。本当に18だよ。
本当に18。鈴木さんもうちの子が不思議そうに画面見てるって、そんなに不思議？やっぱおかしいのかな。やっぱおかしいんだね、他の人から見たら。フリー5周年です、一言お願いします。まこちゃんが好きです。よし。ホラーバージョン、私本当にさ、本コアがすごい好きなのね。今年が本当に楽しみ。今年の本コアどんなんなんだろうって。なんか本コアってさ、なんか音がさすごい独特っていうか、音でなんとなくここで来るとかさ、わかるじゃん。でもそれがいいのよね、本コアって。なんだろう、構えられるから。なんかね、構えられない系怖いから、怖すぎない具合が本コアはすごい私にちょうどいいなっていつも思う。本コアが楽しみ、早くホラー見たい。イオリあーがイオリ。哲郎さん、握手券追加ありがとうございます。リボーンね、昔見てたんだけどね、全然覚えてないんだよね。でもお兄ちゃんと一緒に見てた記憶はある。リボーンとかブリーチとか、あとあれメジャーとか。メジャーとブリーチは結構覚えてるんだけど、なんかねリボーンだけ思い出せなくって。でもリボーンっていう文字が入ってる T シャツはよくレッスン着できる。生まれ変わるって言ってる、その度に。っていうとでもいい話よ。副顔ください。え、ジゴガの顔、ジゴガの顔の真似をしてってどういうこと？あれは多分あの MV のあの時にしかできなかった顔だと思う。え、でもワンチャンもしかしたらライブでできるかもしれないから、亀子さんちょっとジゴガ待ってます。待って、ここのでしょ、あーあーの時のこのブーンって感じでしょ。あれね、重力が本当に味方した。なんか全重力が顔にって感じ。なんかこんなすごい、なんかメンバーにもね、なんか言われる。もうあんな事故がをみんな、あんな事故がみんなにバレてるんだから、もうツイッター何あげても怖くないよねって言われ。確かにそうだって思った。はぁ、佐藤拓樹。え、待って、楓さん、楓さん、みっちゃん好き、わかる、みっちゃん好き。私もまことくん推しのゆうちゃんから一言お願いします。え、フリー5周年、え他に何が言えばいい。え、フリー5周年、そうだね、フリーはすごい素晴らしい作画でいらっしゃって。え、なんて言えばいいんだろう。私なんであんなにフリー好きなのかわからないんだけど、すごい好きで、もう理由なんてないんだろうね、なんか好きな作品って。だからすごい、これからもすごい好きでいたいと思います。フリー5周年おめでとうございます。こんな感じ。なんかさ、好きって絶対理由なくない？なんかこの子のここが好きってさ、絶対ここが好きだけじゃさ、絶対ずっと好きでいられないじゃん。でもずっと好きでいられる理由ってさ、そこだけが好きじゃないからじゃない？なんかその全てが好きだからずっと好きでいられるわけだから、全てが好きなんだよ結局。全てなんだ。全てなんです。そうなんです。はい。ハートが下手くそ。楓さん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。え、待って待って待って、すべてなんです。でしょ、
と待って、事故がスクショしたよ、カツさんしちゃったの。1分27秒だよみんな。あ、そうなんだ、そう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 、白石麻衣さんが世にも奇妙な物語に出るって今日メンバーと話した。すごい、出るんだよって見なきゃねって話をしました。したした、そうアニメイト土浦に、そうアニメイトさんとかですごいたくさんコラボというかしていただいて嬉しい。アニメイト土浦何回か行ったことあります。青よく見てた。 B プロね、 B プロはやった、ゲームやったのだけど、あの B プロの舞台はすごい見たいなと思いました。なんか俳優さんたちがすごい神オブ神だったし、クオリティが高いと思った。すごいパッて見て、え、 B プロの舞台こんなにクオリティ高いのやばいなってすごい思いました。だからいつかちゃんと B プロを自体をちゃんと好きになって B プロの世界観を理解できた時に舞台 DVD とか欲しいなって思った、素直に。久々だけど覚えてますか。サクサク覚えてるよ、覚えてるよ。あのね、慟哭の意味分かってなかった。分かっ、まあ、調べたから分かったんだけど、慟哭をずっと慟哭って言っちゃってて収録の時に、だからじゃあ撮りますね、お願いしますって言って、じゃあ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 慟哭、あ、すいません、もう一回お願いしますって言って、え、じゃあはい、テイク2いきますみたいな、でやりますよ、お願いします、じゅ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 慟哭みたいな。ずっとそこで何回も何回も撮り直ししてしまって、慟哭って言っちゃうの。慟哭だよね本当は、あれどっちだっけ、哭だよね本当は。その悟空って言っちゃって何回も撮り直しだしちゃったの、そこ苦手だった。よいしょ、さくら初見でさくらったんって言います。さくらったん、さくらったん、おたおめでありがとうございます。さくらったん、さくらったん、うん、そうなんだよね。ウリーの好きなところムキムキだから、まあそれはなくはない。それも正論じゃ正論。あ、ねえ、デレステやってる方いない？今デレステね、総選挙やっててね、もしやってる方いたらぜひ私の推しに一票入れてくれたら嬉しい。ユサコズエって女の子なのだけど、キュートに属してる子で、ユサコズエ、私の一押しに清き一票お願いします。今キュートの中で10位、中間発表で10位で、全体だと、まあ、入ってないのだけど、キュートの中で、まあ、10位だから頑張ってるから。もしの話ね、やってる方いたらって話。ねえ、皆さん本当に誕生日おめでとうって言ってくれてありがとう。ゲーム何個やってる？今何個だろう。1,2,3,4,5,6,7,8,8個だね。ね、あのさ、荒野行動さ、どうやったら目的地にちゃんとさ降りることができるの？え、なんか仲間とさ、ここに降りるよって言って一斉乗ってバーッつって降りるじゃない？飛行機から。でそこからが方向がわからないの私。なんかわかんないんだけど、いつも違う島に行っちゃうんだよね私だけ。なんか違う島にいるの私だけ。え、そっち行ってるよって思っても、なんかその川とか海とか挟んで違う島にいて、絶対私もうわからないの降り方が。なんかだからそう、キアラちゃんがね、え、違うよこっちだよって言って、キアラちゃんもう二刀流、あの左で自分のこうやって操作しながら私の目的地をこう操作するっていう。もうね、キアラちゃんが本当に先生してる私に。キアラちゃん
ね、なんかキアラちゃんのイメージってやっぱ年下だからさ、すごいみんなからキアラちゃんキアラちゃんって教わる側のイメージあるけどさ、私に教えてくれてるの荒野行動を。先生、キアラ先生だよ。私だけの特権、特権、特権です。え、コンパスは友達がやってるのだけど、結構私の好きな実況者さんとかもすごいコンパスやってて、コンパス、あの縦のね、携帯縦で使うゲームがすごい苦手なの私、だからやってないな。名前なんて言うんだっけ、おはや川なんて読むんだっけ。でもその子はあのね、あやなあたんはあのね、のんのが好きって言ってた。パッと見、私が画面ファって見せた時に、あ、この子が一番可愛いって言ってた子だ。コンチキチンの子だよね、コンチキチン。デレステの推しはユサコズレ、ニナ、シュガハ。初見です、ヨッシーさん、ありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとうございます。あー、リーナね、リーナ好き。あら、おじさんさん、作画好き、わかる、作画すごい S3 いいよね。あ、そうなの、生駒さんも体がたまらんって、ね、そう、あのさ、生駒さんのライブをね、見に行かせていただいたのだけど、本当になんかすごかった。分かった、なんか生駒さんがたくさんの方に愛されてる理由が、あの1回だけのライブですごい分かって、すごい素敵な方なんだろう。笑顔で卒業したいっていう駒さんの気持ちとか、あとコメント一つ一つがすごい強くてしっかりしてて前向いてて、やっぱり駒さんってかっこいいなって思った。笑顔なんだもんさ、生駒さんがすごい笑ってるからこっちは泣いちゃうってすごい泣きそう、てかもうボロ泣きだったのだけど、だったすごい、生駒さんってすごい方だったんだなって思いました。すごい、マスメの SSR 出たの、てんちゃんやるねやるねとか言っちゃった。あ、 PUBG出たよね、確かスマホ版、日本版のスマホのやつが出たよね確か。あれってさ、すごい設定大変なんだよね。私もすごい実は荒野行動やる前に PUBG やろうと思って設定しようとしたんだけど、でこれでさ、なんか自分の今あるこの Apple ID の ID を覚えてなくって、自分がだから、もしこの日本のApple ID にまた接続できなくなったらどうしようっていう恐怖でできなかったから、日本版のそれが出るって聞いてすごい嬉しくなった。もし日本版のそのあれ iPhone の PUBG が出たらやりたいなって思う。難しいよ、荒野行動。荒野行動って呼んでた？荒野行動って呼んでたの？リオバラアリアガリアレルラレルンネラル？読めたよ私。アンスタしてた、アンスタしてたよ、系統詞だった。なんかさ、ゆかで覚えてほしい、ゆか。オッケー、ふみか呼んで、船か、おはや
川じゃないの、小早川、小早川小早川でした。小早川でした。やば、あと10分だ。ケイタさん今来た、ありがとう。一番おすすめのゲームなんだろう。小早川、あ、小早川一番のおすすめのゲーム、なんだろうね。どういう系が好きなんだろうみんな。でも私結構音ゲーとか放置ゲーが多いかな。あ、駅メモやろみんな駅メモやろう。駅メモ、サナツンが泣いてるところを双眼鏡で見てました。やーすごい、双眼鏡で見られちゃったの。サナツン18歳の抱負、自分らしく生きたいと思います自分らしく、もう自分らしくってなんだって話なんだけどね。もっとちゃんとしていきたい。18歳は18歳なりに、もう高校卒業だし、もうすぐしたら、そしたらもう社会人と同じ扱い、まあ社会人ともうすでに同じ扱いなんだろうけどになるから、なんかね、もっとちゃんとしないとなって思います。本当に なんかちゃんとしてないって思う。ヘロヘロしてる、多分皆さんが一番知ってると思うけどなんかヘロヘロしてるからシャキッと、シャキッとしてちょうだい。ちょっとやばい、目が見えなくなってきた。はるちゃん、よたばよと終わって今来たよ、ありがとう。見に来てくれて皆さん本当に忙しい中ありがとう。え、どうしようどうしよう。今魔法少女俺ね、やばいよねやばいよね。しかそう、13日の金曜日も本当に荒野の名前教えて。あ、教えられないけどすんごい中二病、なんかキアラちゃんに笑われた、てかみんなで笑われた、名前教えたら。なんかもう中二病、私のね、ハンドネーム、ハンドルネームなんだろう、ゲームやる時の名前もね、本当に中二病チックすぎて自分でもやばいなって思います。双眼鏡で探しても見えるのは家の壁ですか、みーちゃん。大地さん噛まれたい。初日からよりらしかった、本当に。同い年みるみさん、ヒデって呼んで、そうなんて思うかなってすごい思っちゃった。オズワルド系ヒデさん、ヒデさんね、ヒデさん。パワースポットさん覚えてるよ。大学ね、多分この頭脳じゃいけないな今から頑張っても多分この頭脳じゃいけないかな。でもすごい資格取りたい、何かの、なんかの資格は取りたいなってすごい思うんだけど、まあ集中力がないもんでさ、もんでさ、もう何もできんからどうすればいいのかな。駅メモのやり方いまいちわからん、リンリン。まあ、慣れるまで駅メモすごい大変だよね、わかる。カナピー、あと10分でたくさん気持ち伝えたいのに、おめでとうとありがとうしか出てこない。私もそれしか出てこない。どうしよう、男女読む。あ、簿記は私やってたの、あのイコラブ入る前まで、前の学校で商業だったから簿記とかすごい、めちゃくちゃ簿記めちゃくちゃ好きだったの私、本当にテストもう、てかもうね、なんだろう、好き、商業のパソコン打つのとかもすごい、なんだっけ、そのワードじゃなくてワードかとかもすごい好きでやってたんだけど、その資格取る前にこっち来ちゃったから、ちょっと惜しかったな、取りたかったなって思う。ハナさん来た、ちょっと待って、男女読もう13位タノストラダムさん、タノストラダムスさんありがとうございます。12位アンドゥありがとう、カエル。11位太陽のシンさんありがとうございます。10位あやー違う、カエテさん、あ
ありがとう。9位青菜炒めさん、ありがとうございます。8位あやなーたん、ありがとう。7位アッキーさん、ありがとうございます。6位鈴木さん、ありがとう。さん付けがさん付け呼び捨てでいこう、呼び捨て。はい、待って、ゆかりん、ありがとう。4位文中さんかな、ありがとうございます。3位ガイアさんありがとうございます。2位ボッティさん、ボッティありがとうございます。そして今日の1位はドゥルル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 ッテン、セイゴです。ありがとうございます。皆さんどうもありがとう。トヨさん遅くなったけど誕生日おめでとうございます。ありがとう。18歳、すごいいい1年違ういい1日になりましたいい1日になりました。ミクリンで覚えてほしい。ミクリン、ベニーさん、ゴールデンウィークのイベント行きます、楽しみにして。あんたちも楽しみだよ。目が、うん、素敵な誕生日の一日を過ごせました。おー、もう小悪も善悪もすごい楽しみだなって。皆さんと早くね、ありがとう。本当に直接伝えたい。あのショールーム、自分の口で言いたいなって思ったからショールームやったけど、直接じゃないじゃん、やっぱ画面越しになっちゃってるから、ちゃんと直接感謝の気持ちを言わせてください。待ってます。善悪でも怖くでも本当に花ちゃんどこにいんの。花ちゃん、え、花ちゃんどこにいる？え、花ちゃんどこにいる？え、待って、あと4分しかないよ。初見でしんちゃんさん、ありがとうございます。誕生日おめでとう。え、皆さん本当にあのたくさんのタワーとスペシャルギフト本当にありがとうございます。なんかちゃんとお礼言えなかった気がする。でも本当にありがとうございます。それだけですごい嬉しいです。気持ちだけでも嬉しいのに、いつもギフトとかタワー本当にありがとうございます。楽しく行こう、これからも。そうだね、てんちゃん、にゃお本当におめでとうだよ。伝わってるよ、ありがとう。伝わってる私の。ななみ、もう少し誕生日だから、あ、名前呼んでほしいね。ななみお誕生日おめでとう言えないかもしれないから当日、最後好きだよって言って、好きだよ好きだよえ、ね、花ちゃんどこにいるの。え、あと7、3、3、3、3、3、3分なのだけど。そう、あと明日定期公演楽しみだね来てくださる方いるのかな。定期公演楽しみにしてます。ねえ、本当にありがとうが伝わらないよね。もうありがとうのまんじのまんじです本当に。ねえ、こんなふざけたいんじゃない違う、本当にありがとう、本当にありがとうございます。皆さん今嫌いって言ってとコメントあった？嫌い大嫌い嘘、はい、あと2分しかない。アッキーさんが嫌いって言ってって言ったの。ありがとう、ゆうたん、あかり覚えてくねえじゃん。ちょ待って、はなちゃんがごめん、ちょっと見当たらんのだけど、ちょっとごめんな釣ってもいいよ、釣れた岩田の思う祭りポーズ。え、祭りポーズってなんだろう。警報祭り祭り見下して
皆さんあと1分しかない本当にありがとう。なあちゃんの覚えてほしい。なあちゃんね、スモッケーラさんお誕生日おめでとう。おつおつありがとう。ずっと付き合ってください。やぶたくさん大変だよ私彼女きっとゆびハートして。告白して。ずっと好きでした。はい、皆さん本当にありがとうございます。もう秒しかない。皆さん本当にコメント全部取れなくてごめんなさい。スペシャルゲストも全部読めなくて、タワーも全部読めなかったと思うけど本当にごめんなさい。でも皆さん本当にたくさんのおめでとうありがとう。見に来てくれてありがとうございました。皆さん520です、ありがとうまたね、バイバイ。本当にありがとうね。